北海道本州間連携設備は北海道と本州の間を結ぶ一連の直流電力供給設備で電源開発総変電ネットワークが運用している北本連携と略されておりこちらの方が一般的な名称となっている北海道本州間電力連携設備とも呼ばれるキロ電流は大地を流さないキロ常時動態方式が採用されている 合わせて、北海道電力ネットワークが運用する、青函トンネルを利用した新北元連携設備についても記述する。日本全国には、連携線という電力会社相互の高電圧の送電線網が通じており、気温変動や予期せぬ発電所の停止などによる電力事情の逼迫を電力の融通によって補う仕組みが出来上がっている。会社間連携は、 発電所の建設が抑えられてコスト削減になる。特に北海道は冬に電力消費が多くなる傾向があるのに対し本州は夏に電力消費が多くなる傾向があり電力消費のピークとなる季節が一致しないためこの設備を利用する意味が生じる。一方、送電距離が長くなることや交流と直流を変換するサイリスタによる電力ロスが発生するが 交流送電よりも効率の良い直流送電が採用されている。北海道、本州間の連携設備の構想は、戦後、北海道産石炭の有効活用を図るため、北海道の火力発電所で発電させた電力を本州へ送電する目的で構想が生まれたが、当時は、高直変換技術が未熟であった上、 石炭を本州へ運んで発電した方が安上がりとなる資産が出て立ち消えとなった。1960年代後半になると硬直変換技術の目途が立ち、現代の目的に沿った本州と北海道間の連携構想が1971年に具体化。設備は1972年に建設が開始され、1979年12月に、 運用が開始された。ケーブルを付設することとなった。北海道側海域は、昆布やホッケの工業場であり、業具により破損しない洋海岸から水深50メートルの間は、ケーブルを海底下1.5メートルに埋設する必要が生じたこと。また、函館公直変換所の敷地において、縄文時代板記の遺跡が発掘されたことにより、工事完成には、時間を要した。 2019年3月には、北海道電力発となる直流連携設備により、新たな経路で建設した北元連携設備が運転を開始し、送電能力が60万キロワットから90万キロワットに増加した。日本の電力系統における北海道、本州間連携設備の位置北海道、電力ネットワークでは、一時変電所である。 西東別変電所を起点に、西の変電所、西双葉改変所を経由し、大野変電所へと至る、東欧北幹線、東欧西幹線、道南幹線を連携線としており、主に白発電所や尻り打ち発電所で発電された余剰電力を、東北電力ネットワークに供給できる体制が取られている。なお、北海道電力ネットワークから供給された電力を、 東北電力ネットワークの送電網を通じて、東京電力、パワーグリッドなど他社へ供給する場合もあり、これを、振り替供給という。津軽海峡をまたぐ区間については、条件が厳しい海底への敷設ということや、効率よく送電することが求められることから、直流送電を行っている。この直流送電を行うための一連の施設群が、北海道、 本州間連携設備であり、1979年から運用が始まった。これにより、北海道の未連携線から取り残されていたことによる電力供給の不安が緩和されたほか、北海道の余剰電力を道外に供給できるようになったことで、本州側から見た場合は連携線の強化につながることになった。古川ケーブルヘッド。 北海道側の亀田郡七重町に、函館変換所、本州側の青森県上北郡東北町に、上北変換所が設けられており、それぞれの施設にある、世界最大級のサイリスタバルブを使用して、交流と直流の変換が行われている。なお、電力品質を一定にするため、AFC 装置が設けられている。両変換所から、 陸上の架空送電線を経て、津軽海峡を結ぶ海底ケーブルは、送電容量が、電圧 250KV、電流線 200A、布設長 43km、布設する海底深度が 300m で、世界有数の規模である。供給能力は、1979年の運用開始時は15万 kW だったが徐々に増強され、現在は60万 kW である。 夏季に首都圏で発生する電力事情逼迫時には60万キロワットフルでの送電が行われる。また2012年12月10日にケーブルの増設が完了、同日使用を開始した。これによりケーブル4乗体制となり1乗を損傷しても60万キロワットを送電できることになった。総延長122キロメートル。 北海道側の北東変換所と、本州側、今別変換所を結ぶ。北海道本州間は、青函トンネルを利用する、電力自由化後、託装可能空き容量が逼迫していることが、問題視されており、さらなる設備増強が検討されている。2018年9月6日、未明、北海道胆振リ東部地震により、トマトを集ま発電所が停止したことがきっかけで、 全道にわたる停電が発生した。北海道電力では、日頃より、不足の事態に備えて、北海道、本週間連携設備で融通される枠の多くを、開けていたが、停止したトマトを集ま火力発電所の能力が、融通枠を大きく超えることもあり、対応初期段階において、連携設備を十分に機能させることができなかった。2011年4月7日に、 東北地方太平洋沖地震の余震により送電が停止した。その影響で、白発電所などの道内の複数の発電所が周波数上昇を防ぐため出力を下げて運転した。2011年4月8日夜、最大送電能力60万キロワットのうち30万キロワット分の運転を再開し、残る30万キロワット分も4月9日に再開した。 それ以降、60万キロワットを東北電力、東京電力にフル送電していた。2012年1月25日、3本ある海底送電ケーブルのうち1本が損傷、一時的にすべての送電が停止された。間もなく2本の送電は再開され、30万キロワットの送電能力が復活したが、宅送分を除いた20万キロワット分の 電力融通しかできなくなった。船舶の怒りが引っかかったのが原因とみられる。同年4月6日に一時的に60万キロワットの電力融通が復活したものの、同日に道内陸上部において油漏れが発覚して30万キロワットしか融通できない状態になり、翌4月7日には青森県下北郡西村内で発生した。 送電線トラブルの発生で全く送電できない状態になったものの、これらの復旧と合わせ、同年4月9日にようやく全面復旧した。ありがとうございます。